太陽が少し陰ってまいりました。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。湘南ベルマーレ対アルビレックス新潟の試合をお送りいたします。解説はおなじみの新藤勝義さんです。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。まもなく選手がピッチに登場します。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。はい、選手たちがピッチに出てきました。アルビレックス、アウェイに乗り込んでの戦いになります。今、試合前の記念撮影が行われています。現在湘南のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして新潟の先発メンバーをご覧ください。湘南のキックオフです。画面の左側にエンドを取りました湘南ベルマーレ、画面の右側にエンドを取りましたアルビレックス新潟。キッカーはパラシオス、栗原、責任感が打った。5分経過、スローインになります。これは面白い。ちょっとタイミングが合っていませんでしたね。10分経過。おいおいおい、ピンチ。井上、いいですよ。前半15分、セルジオ、ちょっと危険だ。スローイン。秋葉、黒崎、落ち着いてパスを回す。20分経過しました。高田康野、西ヶ谷、黒崎、前にはたいた。これはいいパスだ。前半25分、坂本、栗原、井上、中里、縦へのパス、セルジオ。前半30分過ぎました。縦に出します。パラシオス、前へ。若葉と風とに戯れる日光の矢がスタジアムの全てを射抜いています。お待たせしました、試合再開です。秋葉、鈴木義和、前半あと10分です。スライディング、宇治原、仕掛けます。セルジオ、これからしばらく大事な時間になります。うわ、抜かれた。川口、ここからスローイン。味方を探す深澤、短くつないで主審、上を吹きました。3人が壁を作ります。入れさせません。後ろに戻したガビリオ、栗原、主審、上を吹きました。熱い戦いが行われています。ヘディングシュート、
これはゴールキックでしょうか。前半戦終了。前半戦のダイジェストです。さあ前半ロスタイム、しかしこれは危険ですよ。今のプレー違う角度からご覧いただきます。両チームここまでのスコアをお知らせします。さあ後半戦キックオフです。ベルマーレ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。フェンスを引き締めないと。坂本、栗原、はいはい、セルジオ、坂本、これはいけない。キッカーは坂本、22歳。おっと打ってきた。ちょっと狙いすぎたか。ゴールを割らせません。ここまでの得点です。得点は0対0。全く試合展開の読めない状況になってきました。クロスボールは跳ね返されます。そして鈴木義和、自分で行くか。ニアサイド、一旦戻して、前へ、前に出した。ペースを作ります。高田康之、ちょっと危険だ。ボールをよく見て。時間的にはどうでしょう。そろそろ動いてもいいですか。だいぶペースが落ちてきましたね。左からのセンタリング、これを競り合う。守備が非常にタイトですね。スローイン、ここで選手の交代です。今日の出来は今一つでした。前方へフィード。こういうボールはチャンスにつなげたいですね。西谷、黒崎、ヘッドでつないで、パラシオス、鈴木義和、西谷、黒崎、寺川、ファールで止めました。あー、やっちゃった。イエローカードです。丁寧にプレーしてほしいですね。よし、ゴールを狙える位置です。キーパー、ん、黒崎、ロスタイムに突入しました。おっと倒してしまった。キーパーが壁の位置を指示しています。試合終了のホイッスル。両チーム無得点で引き分けとなります。湘南ベルマーレ、ゴールを挙げられず引き分けました。
後半戦のダイジェストです。まずはこのシーン。後半17分、ここでシュートを狙いましたが枠を逸れてしまいました。今のシーン別の角度から見てみましょう。続いてこのシーンです。後半38分、素晴らしいプレーです。次です。後半44分、相手チームのサポーターを怒らせてしまいました。それではまず新藤さんに試合について伺いましょう。決定力不足といって片付けることのできないいい試合でしたね。はい、どうもありがとうございました。伊藤裕二、彼の今日の出来はいかがでしたか？はい、今日の彼は切れていましたね。そうですね。どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。